ナイトライダー、ナイトライダー、ナイツライダーはアメリカの特撮テレビドラマ。私立探偵機関の調査員、マイケル・ナイト、デビッド・ハッセル・ホフが人間の言葉を話し特殊装備を搭載したドリー・カー、ナイト2000、ウィリアム・ダニエルズと共に様々な事件を解決するカーアクションドラマ。また、ナイトライダーとは主人公のマイケル・ナイト自身の通称でもある。 アメリカでは1982年9月26日から1986年8月8日まで NBC で全84話1シーズンごとに21話4シーズンイコール全84話が放送されたが日本ではテレビ朝日系列で全84話中、7 4本が放映され米国放送でシーズン4にあたるほとんどのエピソードは新ナイトライダーのタイトルで放映された 長らく未放映になっていた10エピソードは2015年にホックスクラシック名作ドラマチャンネルで日本語吹き替え版が日本初放送されその翌年の2016年には NHKBS プレミアムでもシーズン1の未放映9エピソードシーズン2の第11話にあたる1エピソードは未放送が同じく放送された本項目では テレビドラマに関連する作品も合わせて解説する。ナイトライダー。陰謀と破壊と犯罪の渦巻く現代に蘇る、正義の騎士。巨大な悪に立ち向かう、現代の騎士、ナイトライダー。今日、彼を待ち受ける者は、果たして誰かというナレーションで始まる。言語版では、ウィルトン・ナイト役のリチャード・ベース・ハートによる、ナイトライダー。A。 シャドイフライトイントゥーザデンジャラスワールドオブエイマンフル・ーダスノットイグジストというナレーションである。2番、下記のメインキャスト紹介が入るビンワン刑事マイケル・ロングはある産業スパイ一味を追跡中に内通者に同僚を殺され自らもまた教団に倒れた。だがマイケルはナイト財団の総帥ウィルトンナイトにより辛らくも命を救われその身分も新たに マイケル・ナイトとなる。そして、病魔に侵され多界した、ヨーフ・ウィルトンの意志を継ぎ、密かに財団が開発していた、ドリームカー、ナイト2000と共に、世の中の不正や巨悪と戦うことになった。同作品中において二人以上の別名義で演じた、俳優の一覧。役名の後の格好内は、吹き替え声優。尾行は、外観上の相違点など、ナイト財団は、 マイクロエレクトロニクス事業で巨万の富を築いた実業家、ウィルトンナイトがその収益を投じて設立した組織で、正式名称は、法と政府のためのウィルトンナイト記念財団、ウィルトンナイツメモリアルファンデーションフォーローアンドガバメント。ウィルトンナイトの名前を省略して頭文字を取り、FLAG と称されることもある。様々な団体、個人にとって表沙汰にしたくない事件の調査を、 受け負っている、いわば私立探偵、更新書だが、その実績は、政府の公的機関や大企業からも依頼を受けるほどの評価を得ている。財団の総帥である、ウィルトン・ナイトは、かねてより犯罪を撲滅するためには、積極的な抑止力の必要性を痛感しており、そのためにドリームカー、ナイト2000が制されることとなった。劇中で、マイケルが民間の調査機関で、 ナイト財団と名乗っているように、ナイト財団の調査部門そのものに強制権、捜査権は一切ない。そのため、捜査の際には、警察や軍との連携を図る場合もある。一方で、マイケルが不法侵入やハッキング等の違法行為を行うシーンがしばしば見られ、キットがマイケルをいさめながらも結局はそれに、しぶしぶ協力する、というやりとりは半ば恒例となっている。 マイケルが所属する組織は、日本語吹き替え版では、単に、ナイト財団と呼ばれているが、オリジナルでは、ナイト財団の一部門である、FLAG となっている。アメリカで放送された順番に記載、また、日本版での放映順話数も平記する。は2時間スペシャル回で、各シーズンの第1話が、それぞれの対象となっているが、シーズン2のみ、他2話が2時間スペシャル回。 シーズン2のみのくくりだと、計算はとなっている。日本版での放映順話数の、は、日本未放映エピソードで、放題タイトルは、DVD 版より。なおこれら日本未放映エピソードは、DVD 版ではすべて言語音声と、翻訳字幕のみだったが、2014年11月27日に、リリースされた、コンプリートブルーレイボックスで、全話日本語吹き替え版が出揃うこととなった。 また、シーズン2以降の各話のカッコ内は、通算話数を表記。CM へ移行する際のアイキャッチも、シーズンごとに異なっている。新ナイトライダー2000、現代、ナイツライダー2000が1991年に、制作された。制作当時から見て、近未来である西暦2000年、景観は、銃規制が進んだことで、実弾銃使用が撤廃され、 代わりに超音波銃の傾向が義務付けられており、犯罪者の服役は冷凍睡眠となっているシアトルを舞台にした物語。捜査中に仲間に裏切られて頭部に銃撃を受け、その影響による記憶の欠落を補うため、かつて KITT に使用されていたメモリーチップを頭に組み込まれた元警官の女性、ショーン・マコーミックが主人公である。ナイト財団では、 10年前、1990年にマイケル・ナイトが退職しており、残ったデボンと、元弁護士のラッセル・マドック主任、カーメン・アルジェンツィアノの下、バーチャル・リアリティを搭載した、ナイト2000の発展型、ナイト4000の制作が進められていた。二人は、ハロルド市長を相手にナイト4000のプレゼンテーションを行い、犯罪撲滅のための必要性を訴えるが、同席していた。 ダニエルズ警察長官に犯罪捜査は警察だけで十分と突っぱねられ必要性を証明したいのなら30日以内に完成させるよう要求される。折しも銃使用撤廃橋会議員の暗殺事件が発生しており助けが必要だと感じたデボンは引退して釣りのガイドや車いじりをして過ごす第三の人生を送っているマイケルの元を訪ね協力を要請する。 デボンの熱意に打たれたマイケルは、KITT を相棒にすることを条件に、ナイト4000が完成するまでの30日間だけ、財団に復帰するが、肝心の KITT とナイト2000はマドックによって解体されてしまっていた。マイケルは売却された、KITT のパーツを買い戻させて再生し、自らの愛車である1957年型、シボレーベルエアに搭載て操作を開始するが、 安物のチップを使って再生された KITT は手配中の犯罪者と一般人を間違えるなどかつてのような性能を発揮できないでいた。一方、銃撃された時の記憶をなくしたショームはダニエルズから警官の職務に就くのは不適格であると言われ、警察を辞職してナイト財団に新たな職を求める。KITT のチップがショーンに移植されていると知った。 マイケルは、ショーンと共に操作を開始する。当初は、マイケルと KITT を見下した態度をとっていた。ショーンであったが、銃撃の真相を、KITT の協力で思い出し、次第に連携が取れるようになっていく。やがて、ついにナイト4000が完成し、デボンとマドックは、テスト走行を行う。デボンは、性能は、ナイト2000を遥かにしのぐと評価しながらも、マドックの声で話し、 道路に飛び出してきた鹿を跳ねても実害はないと言い放って、避けようともしないナイト4000に、KITT のような人間性が感じられないと不満を抱く。右与曲折を経て、KITT はマイケルの手によってナイト4000に搭載される。マイケルとショーンは新たなボディを得た、KITT イコールナイト4000と共に事件の真相に迫ろうとする。 この作品は、パイロット版のみの制作にとどまったが、CIC ベクター株式会社からビデオソフトがリリースされたほか、ナイトライダーシーズン 1DVD ボックス及び、コンプリートブルーレイボックス特典として収録されている。また、テレビ朝日系を中心とした各地方局で深夜、映画として放映された。日本語吹き替え版は制作されていない。新主人公、 ショーンの脳にメモリーチップを埋め込まれた元警官という設定は旧ナイトライダー初期原案における脳に埋め込んだメモリーチップにより KITT と意思疎通が可能というマイケルナイトの没設定をなぞったものであると言える。当作品でナイト4000のモデルとなったのはダッチステルスをベースに新たに製作された車両で当時のコンセプトカーである。 ポンティアック・バンシーに類似したデザインで制作されたオリジルカー。以後もナイトライダーの続編、新作とされる作品がいくつか制作されている。1994年に2時間ドラマとして放映された近未来のメキシコ。アメリカとの国境付近のゾーンと呼ばれる区域で不法移民を助ける運び屋で生計を立てる一匹狼の青年、ジェイク・マック・イーン。 臓器の不法密売を行っている大企業のボスジェイド、ブライオン、ジェームズの戦いを軸にし、ジェイドの部下に襲われ、死に瀕した養父黒人であり、白人のジェイクを引き取って育てたから受け継いだ正義の心と高性能エンジン、父の形見のエンジンを搭載して製作した高性能な改造車、マスタングをベースとし、防弾効果のあるシートを車体に貼り付け、 重火器を搭載している。その車に、ジェイドに殺された、ジェイクの恋人、ハンナ、ハドソン・レイクの意志を宿したクリスタルを搭載し、彼女の意志で自由に会話や、情報収集、自動走行などができるなど、元祖ナイトライダーのコンセプトを腰として、部分的に織り込んで、ストーリーが紡がれていく。なお2014年11月27日に、リリースされた。 コンプリートブルーレイボックスに特典 DVD として初収録されている。1997年10月から1998年9月まで放映された連続テレビドラマ。90年代に入り、FLAG はさらなる事件に対処するために、カイル・スチュワート、ジェニー・アンドリュー、デューク・デ・パルマー、エリカ・ン・ウェスト、ケビン、トレック、サンダースの5人のスペシャリストを集め、 それぞれに人工知能による意志を持った車両、ダンテ、ドミノ、ビーストの自動車3台及びカット、プラトノバイク2台を1台ずつ与えて実動チームを結成した。彼らはチームナイトライダー、略称 TKR と呼ばれ、人々にもその活躍は広く知られていた。マイケルナイトの情報は FLAG 内でも最高機密とされていたが、 終盤になって、突然マイケルを名乗る人物が登場する。さらに、TKR メンバーの一人、ジェニーが、マイケルの実施ではないかと、不疑惑。その正体は、ガースナイトと、おぼしき的、メビウスの存在、FLAG ヨーロッパ支部からやってきた、ドイツ語を話しアメリカ人を嫌う車両、ナイツアルファーの人工知能の正体が、かつてナイト2000に搭載されていた、KITT であったなど、 様々な謎が登場する。しかし、番組自体が1シーズンのみで終わってしまったため、それらの謎は掘り下げられることはなかった。詳細については、以下の英語版の各項目を参照。2008年2月17日夜に NBC 系列でナイツライダー新作のパイロット版が特番として放映され、同年9月24日から翌年3月4日まで、 毎週水曜日20時21時の時間帯で、全17話、当初は全22話予定だったが、諸事情により短縮されたの、連続テレビシリーズ版が放映された。これまでの数ある続編作品としては、元祖主人公であるマイケル・ナイト、デビッド・ハッセル・ホフが登場し、次世代となる新主人公で、自身の息子であるマイク・トレイサーにバトンを受け継がせるシーンもあり、 最も正当な続編と見られる。時代観は、前作でのシーズン1、ウィルトン没後から25年後の時代としており、前作でのシーズン4終了以降ではない。前作でのナイト財団はあくまでも単独での捜査を常としていたが、今回の新生ナイト財団は、ナイトインダストリーと呼ばれることが多く、中盤まで FBI と密接な協力関係にある。 日本では2012年1月16日から7月2日まで、富士テレビのシニア枠、東流門で、ナイトライダーネクストの放題で日本語吹き替え版が、全19話、本国では2時間番組だったパイロット版が、序章前後の2話に分割して放映されたため、放映された。また、日本語版制作スタッフも旧作である、初代シリーズを手掛けたプロデューサーが、全面指揮をしている。 戦術通り本作の日本放映は、フジテレビ系列で、前作、テレビ朝日とは違う系列。なお、序章を除き、放題タイトルには、すべて、ナイト、ナイトといったように、ナイトという文が必ず入っており、現代にも、ナイツの文字が必ず入っている。2015年12月、ナイツライダーヒロスの予告動画が公開された。日本でも放映された人気ホームコメディ。 アーノルド・ボーヤは人気者の第6シーズン第8から9はハリウッド大事件前後編にナイト役のハッセル・ホフト KITT がゲスト出演したこのエピソードの中での KITT はひがみっぽくて性格が悪くナイト2000に寄りかかったアーノルド・ボーヤを触るな私はスターだと怒鳴りつけた日本の音楽番組 ミュージックステーションの1987年2月9日、放送分で、ナイト2000、KITT がゲスト出演し、マイケルに代わり藤文也が乗って野外から中継された。オムニバスドラマ、世にも不思議なアメージングストーリーにおいて、シドニーラシック主演の、リモコンオヤジの逆襲で、テレビから飛び出すキャラクターの中で、ナイト2000、KITT がゲスト登場。 主人公の自宅のキッチンに突っ込んでくる。日本ではパイロット版のみがビデオソフト及びレーザーディスクにて発売されているアメリカのアクションドラマ脅威のスーパーバイクストリートホークの第4話後半でナイト財団 FLAG のトレーラーの後ろ姿が映っている。1989年からアメリカのフォックステレビで放送されているザ・シンプソンズのシーズン十代には 発明は反省のパパザ・ウィザード・オブ・エヴァ・グリーン・テラスとシーズン15代12はバートの親友は誰ミルハウス・ダズント・ライブ・ヒア・エニーニ・モアにナイト 2000KITT がゲスト登場している言語版の声はウィリアム・ダニエルズが担当している2005年公開のハービー機械仕掛けのキューピットの冒頭でハービーの活躍を新聞記事で紹介するシーンで ナイト2000がハービーと共演している。2006年、日本では劇場未公開のコメディ映画、頑張れ。ベンチワオマーズ、ザ・ベンチアルマーズに、ナイト2000、KITT が登場している。言語版の声は、ウィリアム・ダニエルズが担当している。2008年11月1日のスマションの海外テレビドラマランキングで、本作がランクインしており、上記の ミュージックステーションでの模様も再び放映された。2014年9月2日に韓国サムさンエレクトロニクスは公式 YouTube チャンネルでデビット・ハッセルホフとナイト 2000KITT 声はウィリアム・ダニエルズが共演するスマートホームサースの CM 動画を公開。内容はサムさンのスマートホームの CM を撮影しているハッセルホフが スマートフォームの利点を説明するたびに嫉妬した KITT が自分にもそんなことはできると反論したりエンジンの空ぶかしで撮影を邪魔をする。休憩中 KITT が嫉妬するなんて初めてだとメイク担当に愚痴るハッセルホフの前に新しい棒を乗せた KITT が現れあなたがもっとスマートな相棒を見つけるなら私だってと言い捨て走り去ろうとするところを ハッセルホーフが手首のスマートウォッチを操作することでゲートをモードで閉めて KITT を停車させ得意があるところで終わる。題して、キット VS サム m ンスマートホーム。これまでに数回にわたってシーズン1から4までの各シーズンごとのボックスセットが発売されている。また、それとは別に全2巻の傑作戦も発売された。 放映当時に日本語吹き替えがあった話は原則、すべて吹き替えが収録されているが、日本での放送時にカットされていたシーンは吹き替えが行われていない。また、日本未放映話は英語、日本語字幕対応のみである。ただし後日のブルーレイ版はそれらすべてに日本語吹き替えが追加進録されている。 加えて、日本初放映時にテレビ朝日独自に編集を行った場面付近の吹き替えも収録されておらず、テレビ放映時のオリジナルタイトル字幕、配役、出演者字幕、次回予告及び日本語版エンディングも未収録。日本未放映話を収録するにあたっては、日本で放送された当時の放題を彷彿とさせるセンスで新規に放題が付けられている。 また収録エピソードの順番は、パイロット版である、電子頭脳、スーパーカー誕生、現代、ナイツ・オブ・フェニックスを除き、原則的に、米国で放映された順番となっている。シーズン1.2では、字幕切り替えに、日本語、英語、スペイン語、ポルトガル語字幕と4種類の設定が可能あったが、シーズン3.4ではそれらは廃止され、日本語字幕のみとなっている。また、 シーズン1.2ではオープニング前のティーザーが収録されておらず、シーズン3.4ではティーザーが収録されている。シーズン1の前発売のパイロット版およびシーズン4でのオープニングの日本語吹き替えは収録されていない。各シーズンのディスク1には第1話に相当するエピソードとして、シーズン1はパイロット版である電子頭脳、スーパーカー誕生、現代。 ナイツオブフェニックス、シーズン2は、ナイトライダー2、無敵、ゴライアス VS ナイト2000、現代、ゴライアス、シーズン3は、ナイトライダー5、強敵。赤い殺人カー、現代、ナイツオブザドローン、シーズン4は、無敵走行車ジャガーノート大撃突、破壊編、大勝負、再生編、現代、ナイツオブザジャガーノートが収録されている。これは、シーズン1はこの話が、 すべての始まりとなるエピソードであるためであり、また、シーズン2以降の3話は、ナイト2000が一度破壊され、仕様変更が行われる、話であるため、これらを、各シーズンの第1話に持ってこないと、それ以降の、エピソードとの辻褄が合わなくなってしまうためである。ただし、連価版の DVD ボックスでは、電子頭脳、スーパーカー誕生、ナイトフフェニックスがシーズン1のディスク7点話目に、収録されている。 シーズン4第1話、無敵走行車ジャガーノート大撃突、破壊編、大勝負、再生編、現代、ナイツ・オブ・ザ・ジャガーノートの折り返しとなる前半、部分終盤で、ナイト2000が、ジャガーノートに破壊入れた直後に、ボニーが駆けつけるシーンが、丸々カットされている。さらにこの直後のトレーラー内で、デボンが偽物であることをマイケルが確信し、ボニーに、 デボンが偽物だという場面の日本語吹き替えが収録されていない。なお後日のブルーレイ版ではこのシーンは収録されている。同様にブルーレイ版での日本語吹き替えも TV、放映当時と同じく収録されているが一部取り直しになっている。2011年2月16日、アシェットコレクションズジャパンから DVD マガジン、US アクションドラマコレクションとして観光開始。 収録内容は、ボックスのものを一巻ごとに分割したもの。全30巻を予定していたが、東日本大震災の影響により3号で休館となった。2014年11月27日、NBC ユニバーサルエンターテイメントから、ナイトライダーコンプリートブルーレイボックスが発売された。ブルーレイ、本編の24枚組 DVD。 特典の2枚組の計26枚セットとなっている。戦術の DVD 版と異なり、収録エピソード順番は米国で放映された。順番に正しく修正されている。今回ブルーレイ化されるにあたり、オリジナルフィルムから HD 化を行い、片面2層24枚組に、各シーズンを収録した。TV 未放送のため今まで字幕版でしか。 存在していなかった10エピソード、シーン1の9話シーズン2の1話イコール K10 話を、佐々木伊佐野島明夫をはじめとする当時のオリジナルキャスト、マイケルイコール佐々木伊佐 KIT、T イコール野島明夫、デボンイコール中村正、ボニーイコール小山真美、エープリルイコール半ンケ RC3 イコール水島博で吹き替え版を、新規収録し、さらに DVD 版では、 吹き替えがなかった3時間42分にも及ぶシーンも追加収録だ。追加収録では、声優陣のみならず、スタッフの方も、演出に、坪井だし、翻訳に、平田勝茂と、当時のスタッフが再結集している。ゲスト側の追加吹き替えも原則は、当時のキャストをそのまま起用しているが、有川博大久保正信、内海健二、石田太郎、小林勝彦、 北村光一、小林治など、すでに個人となっている、キャスト及び、藤田敏子、飯弓ゆみえまさ、発売同年の2014年9月に成去、飯塚昭蔵、名良六郎、発売同年の2014年11月に成去、平野文、大塚明夫、若本のりなど、諸事情により今回の追加付帰会に参加できなかった、キャストに関しては、性質の似た代役が起用されている。 全エピソードを詳細に網羅した40ページの完全版ブックレットや DVD 版シーズン1に収録されていた新ナイトライダー2000と今回初となるナイトライダー2010が特典としてそれぞれ DD 各1枚ずつに収録されたものが同梱されている。ただし字幕表示は日本語字幕のみでまたオープニング前のティーザーは今回すべてカットされている。 さらに初回生産文では限定特典として1984年12月16日にテレビ朝日日曜洋画劇場で日本初放送されたナイトライダー電子頭脳スーパーカー誕生の吹き替え台本の復刻版が同行されている。この他ナイトライダーネクストの全19話を収録した DVD9 枚組及び部10例 6枚組が2012年7月3日にリリースされた。こちらも放映当時にカットされていたシーンにも新規に吹き替えが行われており完全ノーカット版となっている。2016年10月11日にはアメリカのインディーズレーベルミルクリークエンターテインメントからナイトライダーコンプリートシリーズブルーレイが発売された。日本のブルーレイでは ティーザーがすべてカットされていたが、このアメリカ版ブルーレイではすべてティーザーが収録されている。なお同時にコンプリートシリーズの DVD 版も発売されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。